来日遅れ。現在日本政府は新型コロナウイルスの影響で外国人の入国を拒否、そのため各球団助っ人外国人たちの来日が遅れています。そこで今回の動画は、なぜ来日できない、既存助っ人でも来日できない選手がいる理由、いつ来日できる、来日後のスケジュール、2年連続来日が遅れた助っ人、これらの内容でお送りしたいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。なぜ来日できない。2021年2月24日現在、日本政府は特段の事情がない限り、一部の国、地域を除く全世界から外国人の上陸を拒否しています。特段の事情についての詳細は法務省のホームページで確認することができ、ここに書かれてある条件の一つに再入国許可を持って再入国する外国人と記載がありました。これはすなわち、昨年日本でプレーし再入国許可を持った既存助っ人は再入国できるという意味です。助っ人外国人が来日しプロ野球選手として活動するには、パスポート、就労ビザが必要です。パスポートは自国で発行される身分証明書のようなもので、就労ビザは発給されると日本に滞在しながらプロ野球でプレーすることが可能になります。上陸後は在留資格を証明する在留カードが発行されます。しかし現在は新型コロナウイルスの影響で就労ビザ発給が停止されているため、新外国人が入国できない状況となっているのです。ただ新外国人の中でも広島クロン内野手のように早めに来日し、すでにチームに合流しているケースもあります。これは入国制限強化を想定して早めの来日を提案した広島と、その提案に心よく応じたクロン内野手にあっぱれですね。既存助っ人、新助っ人は就労ビザの発給が停止されているため入国できませんが、すでに就労ビザを取得している既存助っ人は再入国できます。ただし事前の再入国許可申請、出国時のみなし再入国許可を行わず出国をした場合、再入国できない場合があります。なので既存助っ人であっても再入国できない理由は、再入国許可申請を行わせずシーズンごとに就労ビザを新規取得させる方針の球団もあるからです。その場合は新外国人選手と同じ扱いとなります。このように既存助っ人が多い球団、新外国人が多い球団、球団対応によって来日できる外国人の数に差が出ており、このことについて楽天の石井監督は先日12球団監督によるオンライン会議で、既存の選手は在留カードがあるから入国できるが、新規獲得選手は入国停止の状況、全体的にフェアな条件ではないと感じると問題提起しました。いつ来日できるのか。緊急事態宣言が解除され就労ビザが発給されたら来日することができます。来日後は14日間の自宅または宿泊施設での待機期間を終えるとチームに合流することができますが、そこから調整期間に入るので戦列に加わるのはだいぶ先になります。来日後14日の自宅待機について巨人の原監督は、アスリートはどちらかというとマグロと一緒で立ち止まれない、2週間立ち止まれといったら相当な期間、取り返すには相当な時間がかかる、少なくとも倍、3倍の時間はかかるとし、先日まで行われたテニスの全豪オープンに出場した選手は14日の隔離生活で1日5時間の外出は認められていたことを例に挙げ、オーストラリアは5時間の時間を与えてくれる、日本でもというのは思いましたと制度の見直しを訴えました。また今回の来日遅れは首脳陣が新外国人の実力を見極める期間も奪います。例年ならキャンプ、オープン戦でどのくらいできるのか見極め実力を判断していくのですが、今回来日遅れの影響で見極めができない状況について元阪神監督岡田彰布氏は、監督としてキャンプ時には特に新外国人とルーキーを見極めるのに多くの時間を費やす、新外国人の場合は日本野球への順応性があるのかどうか、これをじっくりと見極めたい、それには時間が必要になるし、できるなら2月1日に合流することが望ましいと語りました。また岡田氏は、今回の入国制限は新外国人にとっても大変厳しいと語ります。選手目線から言っても、キャンプに参加できないとなれば調整が遅れるだけでなく日本の野球に慣れるチャンスもなくなる、この両方を克服するのはなかなか難しいんよ。シーズン中に補強する外国人選手に関しては日本の野球を全く知らなくてもアメリカで試合をしていたわけやから体はできている、だからまだ慣れだけで済むんよな、異国の地で慣れも調整も遅れるとなればこれは選手も大変よ、開幕までどういうスケジュールになっていくかは不透明やけど、とにかく首脳陣は我慢が必要になるんちゃうかな、明らかに調整不足のまま無理に使おうとすると故障の原因にもなるし結果を出せないリスクも大きくなる、だから使いたいという気持ちを抑え現有戦力で迎えるキャンプで
いかに新外国人選手に頼らないチーム作りを進められるか。その下地さえ作っておけば、新外国人が合流した時点で儲け者という扱いにすることができる。結果が出ればシーズンを戦う上で起爆剤になるし、戦力の上積みにもなる。そういう準備も今季を占う上で一つのキーポイントになるよ。2年連続来日が遅れた助っ人。過去に来日が遅れた助っ人をピックアップし、いつ来日してどれくらい調整してシーズン成績がどうだったかが分かれば参考になるかなと思い調べたのですが、これまで途中帰国した問題児助っ人でも意外にキャンプにはちゃんと参加しているので、サンプル数は非常に少ないです。その中で2年連続来日が遅れた助っ人がいたので紹介したいと思います。マウロ・ゴメス。2013年11月22日に阪神と契約。翌年の2月6日に来日してキャンプ地の沖縄に入る予定でしたが、ゴメスの母国ドミニカで1月27日に生まれたばかりの第一子が体調不良のため入院。ゴメスはもう少し奥さんについてやりたいと球団に連絡し了承を得ました。その後4日遅れの2月10日に来日し、11日にチームに合流。休日返上で練習に取り組みました。またゴメスは日本野球に早く順応しようと、オマリー打撃コーチ補佐、武雄正幸 GM 付き育成&打撃コーディネーターらの助言に熱心に耳を傾け、練習に取り組みました。しかしオープン戦では打率1割4分3厘、最後の2試合は低めの変化球に手を出し5三振。今年の外国人もダメかと思われましたが、開幕すると1点、打ちに打ちまくり、結局このシーズンは4番打者として打率2割8分3厘、26本、109打点をマークし、打点王を獲得。チームの日本シリーズ進出に大きく貢献しました。そして翌年2015年、当初は1月28日に来日予定でしたが、1月25日の夜、アクシデントがゴメスを襲ったのです。ドミニカにある自宅駐車場で車上荒らしに遭い、貴重品入りのバッグを盗まれたんです。バッグの中にはパスポートのほか、就労ビザ、クレジットカードなど貴重品が詰まっており、この時点で2年連続の来日遅れが決定。その後2月7日に来日し、会見で自分の不用心謝りたいと阪神球団とファンに謝罪。このように2年連続来日遅れとなったゴメスでしたが、2015年シーズンの成績は打率2割7分1厘、17本72打点とまずまずでした。今回来日が遅れた助っ人としてゴメスを紹介させてもらいましたが、来日した日はいずれも2月10日、2月7日。この動画を作っている時点ですでに2月24日。今も助っ人がいつ来日できるのか不透明なので、ゴメスの例は全く参考になりません。というわけで今回の動画は新外国人来日直前について解説させてもらいました。今シーズンもコロナ禍の影響を受けて外国人枠の登録が5人となる特別ルールが採用されているので、新助っ人を見極めながら既存助っ人とうまく組み合わせて戦っていくのがペナントレースを制する上での鍵になると思います。また新外国人の合流が遅れることで今いる日本人選手はこの上ないチャンスだと思います。ぜひポジションを勝ち取ってほしいですね。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。新たにサブチャンネル、ツイッターも開設しましたので概要欄からフォローお待ちしております。ありがとうございました。